本日のご相談です。相談したいのは本の選び方です。方法、自分の価値観に合う本ばかり選んでしまうんですが、違う価値観も知った方が世界観が広がって良いのかなと迷っています。うん。同じ価値観の背中を押してくれるような本を読むと勇気が出てモチベーションが上がってくるんですが、そうでない本を読むと違和感だらけで頭に入っていきません。なるほど。 多様な考えを受け入れたいと思うのですが、どうも批判的なもの、暗いものとか苦手です。真剣に悩んでいます。どうやって本を選び読めばよいでしょうか以上です。読んでいただきありがとうございました。というご相談いただいています。まあね、私、あの、速読の講座なんかもやっておりますので、まあ本もたくさん読むし、一応まあ本の専門家でもあるのかなと思ってるんですね。で、でまあ年間1000冊を目安ぐらいに、 読むようにしてますね。まあ昨年も多分千冊弱ぐらい読んでると思いますけど、本の選び方って結構多くの方が迷うみたいですね。一歩間違うと、なんかアマゾンでおすすめのに上がってくるのばっかり読んでしまうっていうね。そんな方も多いみたいで、もう少し枠を広げて考えたいんだけど、どうやって考えたらいいだろうかどうやって選んでいったらいいかっていうね、迷われる方非常に多いみたいで、私の中で3つおすすめしてみたいことがあります。まず1つ目、自分の専門分野、興味あるところを をとことん極めててみみるっていう読み方ですよねこの方で言うと、自分の価値観に合う本であり、自分が学んでみたいその分野について、まずはとことん徹底的に極めてみる。まあ、ざっくりですけれども、30冊ぐらいもう読んでいただくだけで、もうね、専門家の方と結構話ができるかなっていうぐらい、あの、詳しくなると思います。やっぱりご自身の中で、一つこれについて研究してみたいなと。例えば私で言うと、 好きな分野としては、あの、第二次世界大戦についての、その日本を取り巻く環境ですとかね、そういった歴史的なテーマだったり、時代的な背景だったり、地政学だったりみたいなことに関しては、やっぱり徹底的に本も読みますし、まあ今でもライフワークとして、徹底的にあの、研究して、本ももう出るたびに読んでます。 で、かつ、私もやっぱり自分の価値観に合う方の本、どちらかというと、日本は素晴らしいし、日本にはあの戦争に大義名分があったし、えー、日本の本当に英霊の方、日本軍人は素晴らしいんだと、だから靖国神社ちゃんと参拝するべきなんだっていうね、東京裁判ふざけるなみたいな、そういう方の、えー、意見の方が当然頭に入ってきます。 まあ、いわゆるあの世間一般でいうところの右側の本ですよね。<laughs> で、私もあの左側の本を読むとですね、あのムカムカしてくることこもあるんですね。んなわけないやんとか、全然根拠ないやんとかね、いろいろ突っ込みどころ満載で、あのムカムカしてくることもありながら、でもやっぱり、ある意味ですね、自分の価値観だけをこう押し通すのではなく、ある意味においてこの敵は何を言いたいのか、敵は何を狙ってるのか、何が目的なのかということも、 読み解けるようにならないと、あの、正しく議論もできないし、戦えるようにもならないので、やっぱりね、あの、ある意味反対側の意見も、あの、ちょっと嫌々ながら手に取るようにはしてますよね。だから専門分野の本を、まずは自分の価値観に合う方を中心に、 少し、もう本当にね、9対1、8対2ぐらいの割合でも構いませんので、もう最初は9対1ぐらいでもいいと思うんですけども、10冊のうち1冊ぐらいを、ちょっと価値観に合わない方の考え方がもしあったとしても、取り入れて読んでみるっていうのも勉強にはなるかなと。 思います。私もね、やっぱりあの話題の本とかで、全然信奉してるわけでも尊敬してるわけでもないんだけれども、今話題になっているやっぱり経営者とか、インフルエンサーの本なんかはやっぱりこう、本屋さんなんかでも手に取ったりもしますので、そうやってまずは自分の専門分野好きな本を徹底的に極めてみるという読み方が一つ目ですよね。で、二つ目です。これ結構おすすめなんですけど、図書館です。 図書館って、もはやもうこんだけアマゾンで、あの、古本があっさり手に入ったりですよね。もう1円で、あの、なんか手に入らないような本が手に入ったりですとか、あるいは新品の本がもうワンクリックで明日になったら届くみたいな、そんな時代なので、図書館にわざわざ足を運ぶ方って、今、結構減ってるのかなとも思うんですけども、図書館で実際行っていただくと、こんな本、本屋さんで見たことねえぞっていう本がたくさん並んでたりするんですね。だから 皆さんが専門だったり、あるいはあの、詳しくなりたい、研究してみたい、勉強してみたい、そんな分野のコーナーに足を運んでいただくだけでも、当然皆さんが普段本屋さんで目にするような本と同時に、こんな本あったんだっていう、なんか稀なる本。 もうアマゾンで検索しても出てこなかったり、本当にもう古本ですごい値段がついているような本ですとか、そういう貴重な本、希少性の高いような本なんかも平気でただに並んでいたりしますので、図書館で自分の勉強してみたいことだったり、この方で言うと、本当にこの自分の背中を押してくれるような価値観に合うような本を探してみると、やっぱり図書館に置いてある本というのは、 売れる本ではなく、本当に勉強になる本、専門性の高い本であることが、やっぱり割合的に多いわけですね。本屋さんというのは、あの、全部が全部とは言わないですけど、基本的にやっぱ売れる本を置きます。やっぱりこの本の方が売れるだろうなと。うん。で 図書館は本当に勉強するための本が数多く置いてあったりするんで、そのあたりにもしっかり足を運んでいただいて、えー、ちょっと手間になりますけどね、図書館ってやっぱ募読書をするためには最高の環境だったりしますんで、例えばおすすめとしてはもう携帯を持たずに行く。もう携帯持って行くとね、いろんなことがこう気になってしまうかもしれないので、もう携帯もパソコンも何も持たずに、ただ図書館に足を運んで、自分の読みたい本を心ゆくまで読んでみるみたいな、そんな休日を過ごすとかね。 結構もあと三つ目。これが結構私の中ですごくやってることでもあるんですけども、私本を読むときに、まず真っ先にどこを気にするかってことです。これ私の場合です。私は本をどこから読むか。本一冊手に取りますよね。まあ表紙当然行きますよね。で、最初、目次から行くと思いきや、私ですね、巻末の 参考文献から行くんです。この本って参考文献をどんなとこから出展して書いたんだろうということに非常に興味がありまして、そこから行きます。はあ、なるほど。 この辺りに影響を受けてるのかなとか、ああ、この辺の方の思想が好きなのかなとか、こういうことの研究されてきた人なんだな、ああ、こういうこともなんか参考図書に入れてらっしゃるんだ、研究されてるんだみたいなことに、すごく興味がある人間なんで、そこから行くんですけれども、皆さんもよければぜひですね、本を読んでいただいたら本の内容だけではなく、この本の巻末に書いてある参考文献、引用、出典あたりもしっかり見ていただいて、そこに書いてある本からより詳しくなっていったりすると、 これおすすめなんですね。一つの分野に対して、要は深く掘ることができる。一つの本があった時に、この著者の方も実はこの本を参考にしてこの本を書いてったりとか、で、こちらのゾーンの方もですね、さらに専門書の この本を参考にしてこの本を書いたりっていうね。なんかあの、本のご先祖様が辿れるみたいな感じですよね。うん。この本がどんなところに影響を受けたりして完成されているのかっていうことを、えー、参考出典からは、えー、知ることができるんで、そこからまた次なる本を選んでみるっていうのを私自身もやってますし、あのー、皆さんがね、よりこう知識や、えー、学術的になんか極めていくためにもね、おすすめの方法なのかなと思ってるので、以上3点参考にしていただければいいかなと思います。 YouTube ご覧いただきましていつもありがとうございますヒロのメルマガーヒロメールはですね毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報ほっこりする話感動する話、えー、お届けしてますのでぜひご登録の方お願いしますもちろん無料ですそれではいってらっしゃい